皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いますこの動画を視聴する全ての方への注意点ということで一期一期ねここで動画を止めて大きな限りで見てくださいとても重要なこと書かれてますので全てねご承諾いただいた方のみ えー、次からの動画をご視聴ください承諾いただけない方はねここで、えー、他の人の動画をね見ていただくこの,この動画をね止めて他の人の動画を見てくださいではいきます2019年2月28日木曜日暗号資産草コイン長野研究会ということでね 本日のお題は、えー、ドル円仮想通貨マーケット分析を行いたいと思います。あの、有料会員さんの方ではね、まあ、ほぼほぼ毎日行っているんですけども、あと、夜はね、あの、ちょっと前から秘密、秘密会議が始まりましたね。あの秘密、えー、秘密デルタ通信を使っているのですね、えー、秘密の夜な夜な YouTube ライブやってます。誰にもね気づかれないように、えー、秘密ライブのお誘いをねしてますで。有料会員さんでも無料会員さんでも一応お誘いをしてるので、えー、私もね、えー、前はライブ誘ってほしいっていうのがあればね、私まで個別に LINE をいただければと思いますよ。はいで米朝首脳会談が、会談を前に爆下げして、 階段が始まってから爆上げしましたね。これはドル円のことなんですけども、どういうことか、ちょっと行ってみましょう。XM ですね。XM、これはね、<coughs> XM の MT4 なんですけど、4時間足なんですが、ここですね。えー、ここで下げたんですね。 ものすごい下げがあって、どこまで下げんだよと、この段々畑、どこまで下がるんだよっつってね、これは、まあ、ショートずっといるときはね、持ってればいいじゃんって話なんだけど、まあ、途中でここまで下げたから、ここでリグって、これから上がるだろうっつってね、ロングリえて、焼き焦がれた人結構いるんじゃないですかね。あの、結構下がりましたね。ここからこうだから、 80ピュプス下がったんですね。まあ、1日、そうだね。丸24時間ぐらい下がりましたね。24時間下がりましたね。それで、えー、っと、夕方かな。夕方6時ぐらいからかな。爆上がりしましたね。あ5時ぐらいからかな、えー。米朝首脳会談が始まったというニュースが出てから爆上がりですね。これが。 大体、えー、だいたい70ピュープスですかね。70ピュープスの爆上がりと。1日っていうか、半日か。半日で爆上がりと。まあ、1日24時間ぐらいかけて、えー、下がってきてと。そうですね。24時間かけて、まあ、80ピュープス下がって、12時間かけて、爆上がりと。いうような感じかな。すごかったですね。これ。 あどこまで上がるんだろうって、どこまで上がるんだろうってすごかったですね、これはね。うーん。まあ、ずっとね、握ってることができた人は、まあ、ラッキーだったと思います。私はね、昨日はね、まあ、ちょっとロット数も多くかけたんだけども、えぇ、ー、総資産が937万までいったので、えー、昨日は437万円儲かりましたね。 昨日は、もうこ、この辺、この辺しかかけてないんですけど、えー、まあ、1日で437万円の利益でした。で、今ね、朝ちょっとかけたんだけど、えー、まあ、どっち行くかなって感じですね。あ、今ちょっと上がっちゃってますね、こうやってね。うん。で、マイナス28万になってますが、まあ、大体 XM は1.8ピプスの、えー、スプレッドがあるんでね。 あのポジション取っただけでマイナス18万になるんですよね。で、マイナス1ピプスいっただけなんで、まあ大したことないかなと。1ピプス10万円でやってますからね、今ね。はい。あの、まあ1000万通貨ですけど、大したことないかなって感じですね。1ピプス10万 <laughs> ですね。だからまあ本当にですね、テクニカルチャート分析とファンダメンタル分析ができなければ、 あっという間に資金はなくなります。1000万通貨っていうとね。1ピップス10万円ですから、10ピップス100万円なんですよ。だから、マイナスの方にね、10ピップス傾いただけで100万円なくなるし、ポジション取っただけで18万円がマイナスになりますから、ポジポジやってるだけでもう全部なくなってきますからね。だから、ああ、土填しまくってる人っていうのは、 だいたいこういう金、1000万とかいかないですよね。うん。逆に、まあ、あのー、1000万とか行くとね、もう、その、そんな、100、100万通貨とかね、あの、いや、10万通貨とか100万通貨とか、あの、しみったれたことってあんまりできないんですよね。うん。めんどくさくなっちゃってね。だから、トレンドが出たなと思ったら、そこに乗っていくしかないので、 えっと <laughs> まああんまりやんないですよね一月にやっぱり23回しかやんないですかねトレードはねでも1回のトレードでやっぱり4五0 0万から1000万取りますからえー、まあそうだな500万から1000万って言うと 1, 1ヶ月で1500万から3000万ぐらいは取っていくかなって感じですねはいまあ3日ぐらいしか働かないでじゃあ他の日何やってんのって言ったら 他のことやってますね。他の仕事やったり、まあ、映画見たり、音声プールで泳いだり、いろいろやってますよ。うん。基本的にはまあ、もう引退生活って感じかな。うん。まあ、あの、もう僕も48、48歳なので、あんまりその体を酷使するような仕事をしたところでね、やっぱり体は病気になってしまいますし、えー、心、 心も病にかかっちゃうのでねまああんまりそういうことはよくないかなと思ってますねはいそれでですねえー、あと仮想通貨の方だね仮想通貨の方がどうなってるかですねうん結局ですねあの爆上げしたんですけど 上げっていうか少し上がったんですけどね、ビットコインとかね。上がったんですが、やっぱりちょっと下がってしまったというところですよね。はい。これもちょっと逆の方行ってきたんで、どうなるかなと思いますが。ただね、あのちょっと言えることは、今後どうなるのって話なんですよね。まあ、これが年末の爆下がりと、フラッシュクラッシュ。そして、まあ、なんだかんだ言いながら、 上がったり下がったり、上がったり下がったりしながら、まあ、ここまで来ましたよね。111円ぐらいまで来ましたよね。で、ここで足踏みですね。頭を押さえられてて、ここが抑えられてるんですよね。で、ここも、まあ、抑えられた。で、今回、まあ、届かないかなと言ったところで、3層出てるんですよね、3層が。それで、これがまあ、真ん中の山ですね。 ここは長かったですけど、ここ短かくて、まあ出たとで。これがダブルトップですね、こことここが。ここは <coughs>、ここがダブルトップで、これが三、頂点ですね。なので、下がると思いますね。はい。まあ、あの、絶対はないのでね、相場にわかんないですが、だいぶ下がっていくと思いますね、この辺までは。そうだなぁ、もうちょっと下がるかもしれないですね。ひょっとしたら、 この辺まで、108円50銭ぐらいまで下がるかもしれないですね。うん、108円、わかんないですよ。わかんないですが、108円50銭っていうと、そうだなぁ、108円だから、2円50銭ぐらい、250ピップスぐらい下がるかもしれないですね。うん、2円50銭。 下がる可能性が、うん、見えますね、ここはちょっとかなり上がって圧力が高かったんですよね、でこうやって上がるかなと思ったんですけど、力尽きたと、まあ,あの、金融、経済っていうのは政治から成り立ってますから、まあ、政治は軍事ですからね、軍事パワー、軍事バランスですから、政治っていうのはね。 で特に金であの経済っていうのは金融と実体経済から金融経済と実体経済からなってて実体経済はだいたい半年後ぐらいに結果が現れるんですね政治が良ければ景気が良くなると政治が悪くて政治が失敗すれば半年後から悪くなるとで金融経済っていうのはあの 政治と密着しててですね、0.1秒後、0.1秒後には金融経済っていうのは結果が出てきます。まあ、例えば、トランプ大統領のツイッターの内容が問題だったらね、もう0.1秒後にはドル円は大幅な上下がありますから、金融っていうのはですね、非常にですね、あの、国際政治、国際軍事バランスとですね、密接な関係があるんですよ。 で、このチャートっていうのはすべて国際軍事バランス、まあ、国際政治の表れですね。えこれは、もう、まあ、これはまあ,あの指標かなんかですね。ちょっとわかんないですけどね。まあ、期待上げかな。米朝首脳会談のね。それで不安が、いや、何がかわかんないから、とりあえずドル売っておこうということで売られて、それで、えー、会談が始まってから、いや、なんか友好ムードが漂ってるねっていうことでは上がったと。ただ、 ここまで上がって、まあ多分もう何も出てこないだろうと。で、今度ですね、米中首脳会談があるんだよね、中国とね。それでまた期待、期待下げっていうか、不安視されて、何がくか分からないから、とりあえずドル売っとこうということで、かなり売られると思います、米中は。北朝鮮だけでもこんだけ売られましたから、あの、それで何もなかったから、まあ、あ買い戻しがあったと。でも、中国との間では何がくか分からないんで、 かなり売られると思います。うん、109円は行くんじゃないかな。108円50銭行くんでしょうね。うん、こ,のこの柄が、これがね、この爆上げが、そのままこっちの柄になると思いますよ。だから、今、ショートを仕込んでおくと、まあ、250ピップス取れる可能性があるよね。やっぱここまで下がる可能性あるよね。こ,こ、ここの、またこの下、ここら辺ね。 まあ少なくてもここですね。えー、109円565、えー。ちょっと待って。これ今下がるかな。これまで下がるから、109円761まで下がるかもしれないですね。うん、何がかわかんないですからね。米中首脳会談は。一旦下がって、また下がる可能性もあるし。で、なぜでそういうことが言えるかというと、 えー、これね、冷やしとか見てるとわかんないですよね。週足見ないと。そうすると,1と、1年前ですね。ちょうどここのとこがですね。えー、ちょうど同じ111円、まあ、20銭ぐらいですね。つけたときに、1年前ですね。250から300ピクスぐらい下がってるんですよね。2週間かけて。こっからここですね。 だから320ピプス下がってるんですよ。330ピプスぐらいですね。3円下がってるんですよ。ここが。ここが3円下がって、でもやっぱり上がるんで上がってきてるんですよ。なので、今回も同じ111円20銭つけて、ほぼほぼつけましたから、えー、3円、ここから3円下がる可能性があるんですね。うん。だから、かなり、ここの線まで108円、 えー、108円、089まで下がる可能性もあるんですね。ずっとショート入れてれば。そうすると、丸々3円ですよね。300ピプス。でやっぱり週足見ないと分かんないものが出てくるんで、やっぱりこう、冷やしとかね、4時間足とか、えー、1時間足とかでトレードしててもしょうがない。ましてや、5分足とかね、1分足とかでトレードしてて、何が分かるんだと。 何もわかんねえだろうと。そんなね、スキャリピングやっててどうするんだって感じですよね。私たち、やっぱり <laughs>、海外のね、えー、FX 取引所を使うと、どうしてもスプレッドが大きいもんですから、1.8ピップスから、2ピップスありますから、あの、大きな目線で考えないといけないんですね。なので、やっぱり、まあ私としては、月足、週足、 冷やしでこれ8時間足ないんですけど今まあ4時間足で終わりですね1時間足なんか見たってこんなのとりあえずできないですから怖くてだから間違いません4時間足まあだいたい週足を見てまああのエントリー決めて週足見て、まあ、方向性環境認識して日足 そうだな。週足見てですね。で、日足で、えー、環境認識して、4時間足でエントリーすると。で、それ以下は見ないと。もうこのボタンはもうない,ないようなもんだと。まあ、ない方がいいですよね、これね。間違うから。細けえとこ見てもしょうがないんで、細けえことはいいだろうと。細けえことはね。はい。ということで、これ酸素の可能性が非常に出てきて、大きな柄が来る可能性が非常にありますね。これト、ントントントン上行くかと。 一旦やっぱりガラ来ますね。ここもガラ来てますからね。かなり大きな。かなり大きなガラ来ましたから、1月半ばにね。こう、まあ、順調に上がってきちゃってますから。で、これ酸素をつけて頭を押さえられてますからね。ガラ来る可能性は非常に高いと。あと、ビットコインなんですが、非常に難しい。仮想通貨につきましては、やっぱり草コインの方を、 まあ今のうちに買っておくと逆にねあのビットコインが安いうちにビットコインを仕入れてビットコインを買っておかないと草コイン草コインが上がってからね <coughs> じゃあビットコイン買って草コイン買ってっつったらもう遅いんですよ、うん、それって何なのって感じなので逆にじゃあ今のビットコインがねラッチ上が開かねえよとこうう、ね、上がったけど下がってまた下がってるとラッチ上が開かねえじゃねえかと でも、まあ、こういう状況の中でもできることって逆にね、こういう環境の中だからこそ、えー、やらなくちゃいけないことってありますよね。こういう状況を逆に、こういう状況だを逆手にとってね、やったと。安い、ラッキーだーと。今仕入れて、えー、まあ、これは上がり、上がるよね。もう上がるしかないんだから、これ。なので、今、ビットコイン買ってね、で、同時コイン買ってと。 そして、えー、草コインを、有望草コインをある程度買っておくと。そうすると、まあ、1000倍、1万倍、1000倍、2000倍、5000倍、1万倍っていうのは期待できますよね。1万倍って言ったら1万円買っておけば1億ですからね。まあ、そういうことがあ起こったんですよね、1年前にね。これが、なん不思議でしたよね。なので、あのー、 まあ基本はね、あのー、安く仕入れて高く売るのが商売の基本ですから、それは金融の基本でもありますから、株もそうでしょ安い時に買って高い時に売ると。高くなってから買ってもしょうがないわけですよ。あとちょこっとしか高くならないから。だから基本は逆張り。<laughs> うんまあ、あの、背取りと一緒ですね。安い商品、まあ商品がね、安くなって安くなって叩き売られて、在庫処分だって安くなってから買うでしょ スーパー行っても夜8時になって、えー、お弁当に半額のシールが貼ら,貼られてから買うと。ほ <laughs> んで、まあ、それは売らないけれども、セ取りだったらね、アマゾンとか、ヤフーオークションとかで、まあ2倍、2倍とか3倍の値段をつけてね、売りますよね。まあ、それ商売の基本、すべてそうですね。経屋だって、花屋だって、安く作って高く売ると。いうの商売の基本なので、こう、金融もそうですよね。金融マーケットも、 まあこれ、プラス1万円、さっきね、マイナス27万とかになりましたけど、まあ、プラマイ、今0ですけどね、あの、まあ、マイナスね、20万、30万、50万、100万ぐらいはね、まあ、ビビる必要ないんですよ。うん。別にマイナス100万いったところで、いや、それがどうしたのと。昨日、あの1日で400 437万稼いだんだけど、どうしたのと。 プラス3万とか2万とかね、別に、あの、五末、プラス5万ですけど、8万ですね。5末分ですよ、こんなのね。我々が目指しているのは、まあ、1日に、えー、五そうだな、1日の取引が1億、プラス3億から5億ぐらいになる時もありますよね。たまにね、うん、昔ね。今はそんな大きい金額やってないですけどね。はい。こういうマーケットキャップですね。 で安いじゃん、だめじゃんと。いや、これしあの、まあ今、今までね、高い時に買ってきた人っていうのは、まあもう、疲れたよと。お金なくなったよと。うん、安す <laughs> どんだけ下がるのと、もっと下がるんじゃないのと。ゴールドマン・サックスの社長がビットコイン13万円まで下がるよって言って,る言ってましたけど下がる、下がるなら下がってみろと。 13万になったら13万でまた買うよと。買い増しして、そしたらこっちのもんですからね。こっちのもんですから。もうそこまで、最後の最後までですね、あの、頑張ってですね、息をつけないように。で、ビットコインのお金は、やはり、あの、FX でお金を作るといいと思いますよ。FX は相場はいつも動いてるんでね。仮想通貨は下がる一方ですけど、 FX ってのは下がってもうかるますよねあの。仮想通貨っていうのはビットコイン FX ありますけれども基本的にはあの現物買いでしか買いでしか入れないですから、うん、現物の買いでしか入れないのであのビットフライヤーにビットコイン FX ありますけどまあ、まあ、ビットフライヤーはも新規講座解説やってないしねあとはレバレッジも15倍から4倍に下げると言ってますから ななかかかはいそれで7日間押してみますね時間かかるんでなのであのまあこっちの FX でねまあ1日まあ最初だったら最初は1日5000円から1万円そしてちょっと慣れてくるとまあ3万から5万そして1日 10, 10万ぐらいかなうん1日10万ぐらい稼げるようになりますから、まあ、いいじゃないですかほんで20日 は日はできないかな。一月十10日やって、まあ相場が悪い日もあるんでね。で、一月十10日やって、1日10万なんで、一月つ100万だと。利益がね。<laughs> まあそういうのもいいと思います。それで、まあ仮想通貨の方を、まあ全額じゃないですけど、少しずつ買っていくと。で、草コインやっぱり、ソルコインが9000%以上のアップしてますね。これまた爆上げしてて、 うん、あとは、これですね。このコインが2354%上がってますね。この1週間で。あとこれですね。このコインが1650%。あとは、私たちの知るところだと、えー、っとですね、皆さんご存知の、うん、あこれライトコインプラスっていうのがあるんですね、これね。 うんと、昨日ね、いろいろ調べたんですよね。皆さん、あの、秘密会議で、皆さんと一緒にね。うん、エンバーコインとかありましたね。うん、まあ、いろいろね、あの、コインマーケットキャップで売ってるやつが結構上がってたんでね。うん、今ちょっと下がったかもしれないですね。だから、いや、結構、皆さん買ってるコインがですね、 上がってるかもしれないので、今一度確認してみた。見たらいいかなと思います。それでまあ、ただね。あの草コインは草コインでも草コイン投資戦略って1個じゃないんですよ。あの、複数あってですね。この？えー、っと非常に難しいんですが、仮想通貨投資っていうのは例はあの？ リスクとリターンの、リスクとリターンのですね、えー、比率が非常にね、大きすぎるんですよね。だからリスクが高いんですよ、仮想通貨投資っていうのは。それでこの仮想通貨2093あるんですけど、今、世界に上場してるね。この16,096の取引所に上場してる仮想通貨銘柄が2093もあるんですよね。この中でどうやって投資していくのと。リスク分散しながら投資していくのと。 いうのはね、これね、4つに分けるんですよ。まずは国内メジャーコイン、国内草コイン、あとは海外メジャーコイン、海外草コインに分けるんですね。4つに分けて、えー、それぞれの、あれですね、リスクとリターンのその比,比率がすごい違う、違いすぎるんですよ。なので、そのリスクに応じた、えー、と投資資金の、えー、分散をしていくっていうのが、 一番ですね、あの、草コインまあ、あの、仮想通貨投資には求められるんですね。なので、やみくもに買ってもしょうがないわけですよね。安いから買うって言ってもしょうがないわけですよね。<laughs> ポートフォリオをよく考えないといけないってことですね。9万円の利益出てますね。あ、10万かな。はい。まあ、一分足なんかで見てもしょうがないからね、こんなんね、うん。で、五分足で見ると、まあ、あ おわン型になってるので、今日は下がるかなと。昨日上げすぎたんでね、こんな上げすぎたんで、うん、どうかなと下がるかな。まあ、上がる時もあるからね、ここからまたね。なんとも言えないですが、まあ、下がるんじゃないかなとで。さっき言ったように4時間足でも酸素についてて、まあ一旦大きく、まあ、米中首脳会談を前にぐん下がるかなと。もう米中 北朝鮮との会談はもうこれで終わりだと思います。もう折り込み済みになったので、次は米中首脳会談ですね。に向けて、ドル、すごい怖いので、ドルが一旦すごい売られると思いますね。うん。柄がすごい、すごい大きなナイア柄が来ると思います。この,あの波形見てても明らかですね。はい。ということで、え今回はこれで終わりにいたします。あと、またね、 明日から3月1日ですので、また3月のですね、あの、FX と仮想通貨投資の有料会員になりたい方はですね、できれば今日中にですね、えー、また1万円をお支払いいただければと思います。えー、YouTube 動画のですね、動画解説欄に、えー、銀行口座が載ってます。そこに振り込んでもらうか、あとは LINEPay で私まで送ってもらうか、あとは PayPal ですね、PayPal で送ってもらうか、 あと、インスサ,サリアムで送ってください。それでは、どうもありがとうございました。失礼いたします。YouTube ライブはね、毎晩やってますからね。また、お問い合わせください。私もね、LINE でね。電話でもいいですよ。それでは、失礼いたします。有料会員でも、無料会員でも、YouTube ライブ毎晩見れますからね。ライブ楽しいですよ。失礼いたします。